Engine for the Life。 車で行こうです。今回紹介するのは日本にも多くのファンがいるマイクロコンパクトカースマートです。今日は4ドア4人乗りのスマート44を中心に特集していきます。1998年のデビュー以来、個性的なコンセプトで世界で150万台以上の売り上げを記録しているスマート、従来の2ドア2人乗りの42に加え、今回から4人乗りの44がラインナップに復活。より身近になったこの車の実力を探ります。それではポイントから見ていきましょう。最小限のボディサイズに最大限の利便性、快適性、安全性、環境適合性をというコンセプトで、都市型コンパクトカーとしての地位を確立したスマート。ユーザーのこだわりやライフスタイルを表現する車として強い存在感があります。エクステリアデザインは先代のワンボックスタイルからボンネットの位置を高くし、ホイールを外側に配置することで新たな個性をまとった特徴的なプロポーションになりました。小さなボディでも万が一の時に乗員を守る強固な骨格で覆われた室内は、1リッターの自然吸気エンジンを後席後ろに配置し、リアエンジンリア駆動の RR レイアウトにすることで4人乗りでも十分機能する大きな空間を確保。また曲線を多く取り入れたカラフルでポップなデザインもプレミアムシティコンパクトにふさわしい質感を保っています。スマート44、価格は209万円からとなっています。すべてが一新されたスマート、どんな気分でドライブさせてくれるのか楽しみです。はい、 CM の後は試乗です。 Engine for the Life。 新型スマート44に乗っています。この車、なんかこう乗っているとすごく楽しくなってくるんですよね。何かこうポップなデザインにするとやっぱり安っぽい、それから子供っぽさっていうのは出がちなんですけれども、そこを、ちゃんとこう、大人っぽさ残しつつこういうあの雰囲気を作り出している、なかなかうまいなと思いますね。やっぱりこういろんな環境とかを考えて、あえてダウンサイジング、小さい車に乗るけれども小さくても質は妥協したくない、安全にも妥協したくない、そういう人が選ぶ車、選ぶコンパクト、そういう部分でこのスマート44というのは非常に個性的ですよね。エンジンは1リッターの自然吸気ですね。でこうして高速道路をゆったりと巡航している分には特に動力性能に不足は感じません。それから音ですね、これリアエンジンなんですけれども、やはりフロントに座っているとエンジンまでの距離があって、距離減衰があるんでとても静かです。少なくともフロントに乗っている限りエンジンを回していっても嫌な音は全く聞こえてきません。巡航時の動力性能、これは問題ないんですけれども、やはり首都高速なんかによくあるんですが、短い距離上りで本線に流入するようなシーンだとちょっと動力性能もうちょっとあったらいいなと思うケースが出てくると思います。高速道路に乗っていてさすがだなと思うのが、やはりその直進安定性、それから接地感なんですね。このスマート44は全長でいくともう軽自動車よりもちょっと長いだけ、全幅は1660あるんですけれども、こういったディメンションなんですが、すごく路面にしっかりと吸い付いて、ちゃんとまっすぐ走ってくれています。これはやはり欧州生まれの車だなと感じます。それではこれから高速道路を降りて、この車が最もよく使われるであろう市街地でテストします。さあ一般道に入ってきました。今上り勾配ですが、やはりこういったところに来るとちょっとパワー、もう少し欲しいなと思いますね。で今実は E モード、エコノミーモードにしています。これをスポーツモード選択してみました。そうするとかなりこれギアを、低いギアを選ぶようになりますね。でエンジンの回転数も上がってきます。そうすると結構軽快に走るようにはなりますね。荒れた路面に入ってきました。
このスマート44はこれ乗り始めた直後から感じていたんですが、やっぱりボディが相当しっかりしてますね。最近は日本のコンパクトカー結構そのボディ剛性こだわって作り始めてきているんですが、それ以上にやっぱりガチッと全体がしています。なんかこの荒れた路面をここまで快適に走れちゃうコンパクトカーっていうのを久々に乗った気がします。もともとボディサイズが小さいんですが、見切りの良さ、それからボディの車両感覚のつかみやすさ、これは一体何なんだろうなと思っていろいろこう見ていると、やはりこの A ピラー、これがとても立っているというのが大きいと思います。この立っていてなおかつすごくこうグーッと表にまで出ているんですね。なのでこの特にボディの前端フードは見えないんですけれども、すごくその角まで神経が行き届きます。これ初心者の方でも難なく乗りこなせると思います。最小回転半径 4.1m、大体軽自動車でも 4.4m ぐらいが相場なので、これ軽自動車以上に小回りが効いてしまうんですね。今普通の車だとちょっとこれたまに切り返しが必要なロータリーを回ったんですが、全然フルロックまで切らなかったですね。もっといっぱいこの車としては切れるんだけれども、そこまで回す必要がないぐらい、そのぐらい小回り効きます。これ狭い道での U ターンであるとか、それから駐車場なんかでの取り回しとか、抜群にいいですよね。このスマート44を一言で言うと、やはりライフスタイルカーと言ってもいいんじゃないかと思うんですね。で、例えばすごく豪華な車とかすごく速い車、そういうのに乗るのもいいんですけれども、すごくベーシックでシンプルな、こういうモデルでも、豊かなライフスタイルというのを感じられる、それから表現できる、そのことをこの44っていうのは示していると思うんですね。で、小さいんだけれども個性的で、何かこう人とは違うものを持っている、そういうものを欲しい人は44要注目だと思います。それでは安全性の評価に行きましょう。スマート44このようになりました。衝突回避ブレーキついてないんですけれども、警報はついているんですね。ただ我々のレギュレーションでいくと×になるので、評価頑張りましょうとなります。そして燃費なんですけれども、今回はおよそ183キロ走ってリッター当たりなんと 24.9 キロでした。これ我々もちょっとびっくりしているんですけれども、JC08 モードが 22.3 キロなので、なんとそれを上回ってきたということですね。で、ともちゃん、フロントのシートに座ってて静かだな、はい、で後ろはどうだろうなと思ってたんですけれども、どうでした？後ろはなかなか居心地良かったんですよ。五郎さん、アクセル踏み込むとエンジンの回転上がりますよね。そうすると音色も一段高くなって、なかなか心地いい音が後ろの方から聞こえてくる、すごく新鮮でした ね。じゃあ音がするんだけれども、いい音だということですね。そうなんです。さて、ここでユーティリティチェックです。まずは鋼製系の乗り込みです。今回乗った44は全長3550ミリしかないんですが、このドアの面積結構広く取っていますよね。このように鋼製乗り込んでも、この開口部結構広く取られています。次にこの室内空間、身長162センチの私で膝前が原骨 1.5 個分、頭上の方も同じぐらいの広さかなということで 1.5 個分になりました。そしてこのように乗員が座れるのは2人、そして前の席2人で合わせて4人乗車の車になっています。さらにこのサイドウィンドウ、これはスイングタイプで外に開くタイプ、ちょっと懐かしい感じなんですが、なかなか良かったですね。そしてラゲッジスペース、開口部自体は四角い感じ、床面があれちょっと高めと思ったら、なんとこの床下にエンジンが入っているんですよね。そしてこのじゃあ実用性はどうなのよと思って使ってみましたら、後部座席の背もたれ、これ50対50で結構手軽な感じで倒せますので使いやすい。さらに助手席前に倒れるので、荷室の高さはあんまり短いというか、そんなに高さはないんですが、奥行きがしっかり取れるので結構荷物積めるなと思いました。小さい割には結構ユーティリティ頑張ってるなという感じですね。そうなんですね。はい、この後はインポーターの担当者の方へのインタビューです。エンジンフォーザライフ。それでは新型スマートについていろいろとお話を伺います。酒井さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。酒井さん、今回の
スマート、はい、奥にあるのが4-2、はい、これは2人のためのっていうことですね。でこちらが4-4、4人乗り、これ2台ひっくるめて、はい、コンセプトからお話しいただけますか。はい、スマート、新型スマートですけれども、一言で申しますとメルセデス生まれのシティコンパクトです。うん、非常にコンパクトなボディサイズながら、リアエンジン、リアドライブのレイアウトによって広い室内空間を実現しています。うん、それからトリディオンセーフティセルに代表されるように、メルセデスの思想に基づいた安全性を兼ね備えた車です。うん、例えばローマとかパリとか行くと、うん、4-2 ばっかり走ってるんですけれども、はい、まあ、今日は4-4 に乗せていただきました。はい、日本ではやはり4-2 よりも4-4メインとお考えなんですよね。そうですね、ただやはり4-2 が、まあ、スマートの、まあ、オリジナルのコンセプトでもありますし、より走りを楽しんでいただけるという面もあると考えています。今回で3代目になるんですかね。はい、で特に4-2に関して言うと、結構今回ぐっと幅が大きくなったじゃないですか。はいはい、スマートっていうとちっちゃい、幅もちっちゃかった、はい、これはどんなところに狙いがありますか。はい、よくそのご質問をいただくんですけれども、まず全長に関しては実は先代のモデルとほぼ同じ 2m75cm です。で横の幅に関してはご指摘いただいた通り約 10cm 広がっていますけれども、まあ、そのことによってトレッドが広がったことで走行安定性が増しています。はい、でさらに最小回転半径ですけれども、4人乗りのスマート4-4は 4.1m、2人乗りのスマート4-2に関しては 3.3 メートルを実現していて、取り回しはむしろ改善をしています。幅が大きくなった分、はい、ハンドルがいっぱい切れるようになったわけですね。なんかもっと大きい車と、はい、例えばメルセデスの S クラスみたいな、はいはい、これとドーンとぶつけるようなテストもやってらっしゃるそうですね。はいはいはい、そうですね、よく絵でも出てくるんですけれども、このスマートのちょうどツートーンの黒い部分がトリディオンセーフティセルと申しまして、高強度のスチールでできた骨格になります。このトリディオンセーフティセルによって、衝突時あらゆる角度の衝突においても乗員スペースを完全に保護することができます。うん、メルセデス基準の安全性を備えた車です。うん、なるほど。そうするとそのボンネットの中にエンジンがない分、はい、あそこもぶつかるとクシュクシュッと綺麗に潰れて、はい、衝撃を吸収してセルががっちりしていると。はいはい、そうなるとやっぱりリアエンジンっていうのは割といいところ多いですね。はい、そうですね、あまりない形レイアウトだと思うんですけれども、特にこういったコンパクトな車にこそリアエンジン、リアドライブの車がもっと増えても良いのではないかと個人的には思います。なるほど。この東京とかね、はい、それを中心とした日本の都市でスマートみたいな車ってもっともっと増えていってもいいと思うんですけれども、どうなんでしょう、今後このスマート4-4メインで売っていく、はい、4-2、これはなんか限定と聞いてるんですけれども、なんかその仕掛けみたいなのっていうのは、はい、アイデアありますか。そうですね、今後の展開なんですけれども、今ご指摘いただいた通り、2人乗りのスマート4-2に関しては限定車として定期的にモデルを導入していきたいと思っています。で一方で4人乗りの4-4に関しては、まあ、より実用性の高いモデルとして、多彩な幅広い商品ラインナップとボディカラーを取り揃えて、多くの皆様のご要望に応えていきたいと考えています。うん、そうすると僕旧型のスマートで、はい、ブラバス仕様とかっこいいなって大好きだったんですけど、はい、まあ、そういうちょっととんがったモデルとか、はい、そんなものも将来加わってくる可能性はあるってことですかね。そうですね、時期等はまだ未定ですけれども、はい、将来的には導入をしていきたいと考えています。うん、なるほど。はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。それではスマート4-4の評価です。僕の評価はこのようになりました。丸、クラスレスであること。これメルセデスベンツが作っているんですけれども、メルセデスベンツは A クラス、 B クラス、 C クラスで上 S クラスまで本当にクラスという言葉をつけて、やはりそのヒエラルキー、階級、それがまあいわば魅力の源泉の一つになっているわけですよね。でそれに対してメルセデスが同じように作ってるんだけれども、これは徹底的にクラスレス、小さくて安いんだけれどもとても豊かな気持ちになれる、そういう車作りコンセプト、それがとても魅力的だと思います。で×、これは純正オプションナビのフィッティングです。これナビをつけるとハザードランプのスイッチ、
それになかなか手が届きにくくなるし、このデザインにもそぐわないと思うんですよね。ですから別にオプションで用意されているスマホをつけるクレードル、これが用意されているので、僕だったらそのスマホをポンとつける、そうすると思いますね。はい、私はですね、丸なポイント、これは全長4メーター未満の車で質の高い走りを実現していたことです。まあ、タイヤの間隔が狭い車って中には車の動きがぴょこぴょこして落ち着きにくいものがあったりするんですが、まあ、このスマート、加速減速カーブで車の動きに連続性もあるし、路面の凹凸も丁寧に乗り越えていく、まあ、滑らかな足取りに走りの楽しさ、それから快適性、まあ、クオリティの高さがすごく感じられましたね。そしてバッテン、これは今回試乗したのは日差しの強い日だったんですが、うん、フロントウィンドウのオレンジ色のダッシュボードの映り込みが結構あったんですね。まあ、私だったら五郎さんみたいに、うん、乱反射を上手に反射光をカットしてくれる偏光レンズのサングラス、うん、まあ、して走った方がいいかなっていうふうに思いました。あれしてたら全然気にならなかった。やっぱりそうですか。うん、はい、というわけで2人の評価はこのようになりました。エンジン for the life